皆さんこんにちは。緊張性ヨガの中井ですすよろししくお願いします、えー、今回はシニアのための寝る前のリラックスヨガということで進めていきたいと思います。えー、とお布団に寝ながらできるようなことをやっていこうかなと考えてます。ではよろしくお願いします。そ、は、れ、い、では仰向けで寝ましょう。 仰向けで寝たらですね。両膝を曲げます。で、足を腰幅にしてください。両腕は体の横手のひらを下に向けておきます。じゃ、今からですね。吸いながらお尻を少し浮かせて無理がなければ、背中ももうちょっと持ち上げて顎を引いてみます。で、この姿勢で深呼吸。 ゆっくりと背中腰お尻を下ろします。次は顎を引いて頭を少し浮かせます。この時にですねお腹をへこませて腰を床に押し付けるようにすると頭持ち上がりやすいかなと思いますね。そして両腕を前に伸ばしましょう。見るところは膝の間ぐらいがいいかと思います。息は止めずに普通の呼吸をします。 頭を下ろして両腕も下ろしましょう。で、もう一度繰り返します。お尻と腰と背中を浮かせて、無理のない範囲で浮かせたら顎を引きます。やってて気持ちいいなあぐらいがいいですね。ゆっくりと背中腰、お尻を下ろします。 じゃもう一度頭を浮かせて両腕を前に伸ばします。ゆっくりと戻しましょう。一度足を伸ばしてリラックスします。 で次は足を腰幅ぐらいにします両腕を天井の方に伸ばして手のひらを合わせますで肘はまっすぐ伸ばしてくださいでこの位置から右腕の方をもう少し天井の方に伸ばしていきますそうすると右の肩甲骨がマットからね床から浮きます戻します で次左腕の方をさらに天井の方に伸ばしていくと左の肩甲骨が浮いてきますで戻しましょうもう一度右腕を上に伸ばしますで戻しましょう左腕を上に伸ばします 戻しましょう。じゃあその腕をですね左側にパターンと倒しながら左側見てみましょうか。あ左側向こううん。でこれで右腕をね長く伸ばしてみます。で戻します。でもう一度右腕を長く伸ばします。 戻しましょう。今度は反対側。背中向けてしまいますけれども、左腕を長く伸ばします。に戻します。もう一度左腕の方を長く伸ばすと。背中がこうさらに起き上がっていきますね。に戻します。 でまた天井の方を向いてもらって今度は両膝曲げます次は腕だけ左側に倒してもらって倒せるところまでねでこれで右腕またずーっと右腕だけ伸ばしていくと体起き上がってくるような、ね、背中持ち上がってきますね戻しますで今度は腕を右側に倒して で左腕を長く伸ばすと背中が持ち上がってきます。戻しましょう。もう一回ずつ。左側に腕を倒してで右腕を長く伸ばしますで。戻しましょう。右側に腕を倒して 左腕長く伸ばします戻しましょう両腕下ろして両足も下ろしますリラックスしましょう 両足を揃えます。両膝を曲げましょう。で、右足だけ持ち上げます。で、足首、膝を曲げておいて、で、つま先と膝を外側に向けるように、足の付け根、外側にねじります。次は内側に向けてねじりましょう。これを繰り返しますね。外側にねじる。 内側にねじる。外側にねじる。内側にねじる。外側にねじる。内側にねじる。今一回ずつ外側にねじって。内側にねじります。右足を下ろします。左足を上げましょう。 膝と足首曲げといて外側にねじります。内側にねじります。外側にねじります。内側にねじりましょう。外側にねじる。内側にねじる。あと二回。外側にねじる。内側にねじる。外側にねじ 内側にねじりますで左足を下ろしましょう両足を伸ばして脱力します深呼吸 両腕を頭の上の方に伸ばします吸いながら腕と足を長く伸ばしながら背骨も伸ばします脱力しましょう両腕をゆっくりと体の横に戻しますリラックス これでですね、この後ぐっすり眠るって感じですねはいいかがでしょうかこんな感じですねで私はちょっと起き上がってリラックスできましたかできるといいなと思いますはい、では今回はこれで終わりますありがとうございました